バート・ホルトカール・ゼマン・バート・ホルトカール・ジーマンは、ドイツ生まれの植物学者である。太平洋や南アメリカを調査探検し、多くの植物の収集と記載を行った。ハノーファーに生まれた。1844年に、イギリスに渡り、キューガーデンで植物学を学んだ。ウィリアム・ジャクソン・フッカーの推薦で1847年から、 行われたヘンリー・ケレットのヘラルド号によるアメリカ西海岸、太平洋岸の探検航海にトーマス・エドモンドソン、ジョン・グッドリッチと共に博物学者として参加した。帰途の途中でしばらく南アフリカに泊まりテーブルマウンテンに登頂するなどした後1851年にイギリスに戻った。航海のまとめはボエッジ・オブ・ HMS ヘラルドとして出版され。 1853年にゲッティンゲン大学から博士号を得た。1859年にフィジー諸島を訪れ、フィジーの植物に関する著書を発表した。1853年から1862年の間に植物学雑誌、ボネ・プランアとジャーナルオブボタニー、ブリティッシュアンド h and ンを創刊、編集した。1860年代に南米に渡り、 1864年にベネズエラ、1866年からニカラグアの調査旅行を行った。パナマやニカラグアで砂糖農園や近郊の経営を行った。ニカラグアで母子した。シームは植物の学名で命名者を示す場合にバートホルト、カール・ジーマンを示すのに使われる。ありがとうございます。